はい、こんにちは。札幌占い美容師タイマーシの後藤です。最近ね、メッセージいただくのが、カットのうまい美容室、まあ、〇〇地区で分かりますかとかって結構メッセージ来るんですけど、正直ちょっと僕分からないんですよね。分かんないっていうのも、実際に切っての見たことがないので、メッセージいただくんですけど、ちょっと分からないです、正直な話で。インスタとかね、アップされてる方で、すごい上手だなって方もいらっしゃるんですけど、1点ですね、ちょっとこれは違うぞという部分があるんですけど、人形、このウィッグを切るのとお客さんを切るのって別物なんですよ、実は。で、美容学校でね、教わるっていうのは、まあこういうね、人形を使ってやっていくんですけれども、まあ、美容室でもそうですよね。最初の頃はこうウィッグを使って練習していくんですけど、全くそのウィッグを切るっていう目的のカットと、僕はですよ、ウィッグを切る目的のカット法、お客様を切るカット法っていうのは全く別の方で分けてるんですね。で、ウィッグをきっちり切る方法、しっかりコーミングして、しっかりこうラインをはっきりさせるカット、それからお客様を切るカット、これ全く別なの。理由としては、ウィッグって頭皮が動かないし、くせ毛だったりもする部分もあるんですけども、実際ですね、ウィッグと人間って違うんですね。で、なぜ違うかっていうと、他店で、そぎが入っていたりとかですね、もう最初の土台から違うわけですよ。で、その土台が違うところからスタート していくわけなんですけれども、基本的にですね、こういうウィッグを使う場合って、そぎってあんまり教わらないんですね。はい。で、そぎの技術っていうのは、美容師さんそれぞれの好みとかもありますし、そこにね、お客様のこの感覚が近い人を選んでいければいいかなと思うんですけど、なかなかやっぱ最初初めてのところってわからないですよね。まあ、そこはね、やっぱその発信してるものを見ていくしかないと思うんですが、まあホットペッパーとか見てもみんないいこと書いてるわけですよ。大体ですよ、ホットペッパーでね、悪いこと書くのは、まあ全然ないですけど、大体収まりがいいカット、心がけてますとか、くせ毛に特化してますとかっていうね、いろいろあると思うんですけれども、実際ですね、僕の YouTube とか見ていただくと分かるんですけど、めちゃくちゃ雑だと思うんですね、カットの方法としたら。で、以前ですね、電話かかってきてですね、なんか全然知らない人が電話かかってきて、なんか僕多分タグでですね、 R カットとかって多分なんかタイトルで付けちゃったんですよね。で、その R カットっていうのは、まる美容室でなんか特許取ってるらしくて、その名前自体はですよ。で、それでそれをできるんですかと、で、あなたはそのアルカットの何々先生から教わったんですかというふうに電話がかかってきまして、営業中忙しいのにかかってきて、で、半分ブチ切れてる状態ですね。その美容師さんの信者みたいな人ですよね。で、僕が切ってるの見て、あ、雑だなと思ったんですよね。で、そこで多分文句を言いたかったのか、あなたのカット全然ダメですよねと、言われて、別にそれはその人の価値観なんで別にいいんですけれども、なんていうんですかね、僕もしっかりこう切っていくカットもルーツ的に辿ってきてるわけですね。で、あるカットこうちょっとねじって切ったりとかですね、もうやってますし、カット上手い下手って難しいと思うんですよね。例えば、その人のはね、多分そのこの分かんないですけど、 R カットみたいなこうねじって切るのか分かんないですけど、僕もその宗派に昔働いてたことがあるんでなんとなく分かるんですけど、それをやったからいいっていうわけでもなく、それがお客さんに合ってるかどうか分かんないです。たまたま合ってたと思うんですよね、その方にはね。あれもね、しっかりこうその切り方僕分からないですけど、しっかりコーミングして、シェーピングして、シェーピングがポイントだと思うんでね。で、丸く切っていくのか分かんないですけど、そういう感じに切っていってですね、収まりがいいんでしょうね、多分その方はね。ただですね、髪の毛って、
引っ張ると戻る、まあ、頭皮柔らかいですから引っ張るとこう戻りますよね。例えばあのコーム入れることによってですね、あの癖死んじゃうんですね。で僕もいろいろ細かく3セクションで取ったりとか、細かくいろんなカットをちょっと今までルーツでやってきたんですけれども、今はねすごくシンプルなものになっております。理由としては無駄なことやらなくしてます。で今はもうウィッグを切るカットっていう形でお客さん担当してませんので、あくまでもお客さん用のカットをしてるって感じです。これは多分まあ一般の方には多分理解できないと思うんで、結構ディスられることもあったりとかするんですね。外国人の方からもなんかこの、最低なカットだみたいな英語で書かれたりとか、まあ、全然何とも思ってないんですけど、まあそれはね、多分そのルーツが理解できてないからですね。それがわからないから、まあ、見た目のねカットの仕方が綺麗でもう仕上がりが微妙だったら大体でまあいいモデルさん使ってるわけですよ。でいいモデル使って、状況がいい状況のモデルさん使ってやってるわけですからよく見えるわけですよね。で自分が慣れたモデルさんとか使ってる方とか、僕なんかも全く知らない人100人先去年もね、100人以上は担当してますけれども、全く毎回土台が違うわけです。ベースが違うわけですね。なのでその時に合わせてやっていくわけです。でまあウィッグと全然違うっていうのは本当ね単純なこと言うと、本当にこのままね、髪の毛がこうあったらここでパツッとこう切ったとしますよね。まあパツッっていうラインはできるんですけど、実はこのままねこうやってまとめて切ってあげるのが一番綺麗につながるんですね。ノーテンションって言ってですね、これ引っ張ると髪の毛がこれ落ちる位置ありますよね。ここが要はコーム入れることによってバラつくんですね、結果として。でまああえてそれ狙いでやってる美容師さんの方はいらっしゃるんで、そういう方はいいと思うんですけれども、まあ過去の概念でですねカットはこうやって切るっていうのを教わってるわけですよね、先輩たちからね。なので、まあ、お客さんもその後ろからこうきっちりこう切られていくと、まあ、いつも言ってるんですけど、僕はオンラインサロンとかでも後ろからこうきっちり切って、はい、できましたと。でも後ろってお客さんそんな見えない位置ですよね。ここから切り揃えたらもうここに合わせた長さになっちゃうんですね。後で切り揃えたいって言ってもなかなか直せないと、また最初から切るのかよって話になっちゃうんですけど、意外とですねもうすでにお客さんって他のサロンさんで、もうハサミが入ってる状態ですから、ウィッグと全く違う状態なんですね。だからウィッグを切れてもお客さん切ることってまた別のものなので、ウィッグが綺麗に切れたとしてもまあそれがお客さんが上手かと。でお客さんが上手な美容師さんってどういうことなのかっていうと、まあある大型店に僕がね、いた時の話なんですけど、カットが上手なのかな、ちょっと微妙だなって僕はまあ当時思ってたんですけど、そういう方でも指名がついて数字上げてる場合もあるんですよね。大体の方がベースカットウィッグをきっちり切れる方が指名がついてるかっていうと、逆に反比例したりします。そこはなんでかっていうとですね、全くウィッグとお客さん別なんですよ。まあ数字を上げてる方って時間もないじゃないですか。15分ぐらいで切っちゃうわけですよね。でもまあまとまりが良かったりとかするわけなんですけど、無駄を省いてるわけですね。まああとカリスマ性があってお客さんたくさんできてるって方もいらっしゃると思うんですけれども、無駄を省いてます。で細かく切るだけ、毛がまとまらなくなるっていうことも僕の検証から分かっております。まあそれ人それぞれの考えがございますので、僕の検証によるとバラバラに切ればバラバラになっちゃうと。であえてバラバラにすることもありますよね。毛が馴染まなくわざとして毛束感を出したい場合とか、そういう場合は逆にね、束ごとに切っていくっていう方法もあるんですが、全体トータルしてまとまりを出してあげないと持ちが悪いんですよね。っていうことで、実はカットって力まないでやっちゃった方が、力まないってどういうことかっていうと、コーミングもがっちり入れて、そういうふうにこうやらない方がですね、実は綺麗に収まって長持ちするんですよ。なんでかっていうと、これ簡単なんですけど、お客様が自宅帰ってコーミングをしっかりしますかって話なんですね。でコーミングしっかりして、お客さんが毎日セットするんであればね、その美容師さんがカットしてるみたいにやれば
まあそれは正解かもしれませんが、まあお客さんやっぱり自分のね癖が出てる状態ですよ。生乾きの状態が結構多いわけですよね普段は。ということはその状況を考えながら癖毛を切ったりとかですね、していかないとダメなわけなんで、だからカットが上手な人っていうのはそういうあのなんていうんでしょうね、応用が効く方だと思います。で応用が効くっていうことはどういうことかというと、まあ、そのお客さんの状況それをしっかり把握できて、型にはまっていないカットをする方が上手なカット数字を上げれるカットかなっていうふうに僕は認識しております。でなぜじゃあ僕がね細かくこうスライスを取ってカットして縦スライスでチョップカット入れて、何個も分けてこう切っていた 時代があったんですけど、なぜ今なぜそれをしていないかっていうと、それはですねそのやってるスタイル自体がですね長持ちがしなかったりとか、やってるそうかな、その仕事量に対しての結果が出ない、もっとシンプルにした方が結果が出るんじゃないかということで、シンプルにしてます。複雑にすればするほど逆に髪の毛が収まらなかったり持ちが悪かったりとか、ね、伸びてきた時に、ちょっとその部分がね、いろいろ影響してきたりとかですね、はい、なのでやっぱりいろんなね、もう例えば今日ね今モデルさん終わったんですけど、モデルさん先ほどやった時にもうセニングでねバババッとこう削がれちゃってて、まあ、あとレザーカットとかで削がれててですね、根元の量はこれぐらいあるんですけど毛先スッカスカだったりとかしたわけですよ。じゃあその場合にベースカットをきれいに切ることによってですよね、下でパツンってもうさらに薄いのにグラデーション入れたりとかですね、綺麗にベースカット入れることによってカットラインがさらに崩れるわけですね。そういう臨機応変にじゃあ重さがあるんだったらもうワンレンの状態で切った方が重さは残るわけですよね。でそこで毛量調節をちょっと特殊な裏技とかでこうやってった方がその状況はですよ、本来のカットラインとしてはあまり良くないですけど、その状況としては、いいという場合があるんですね。ですから応用が効くと、じゃあ応用効くっていうのはどういうことかっていうとですね、やっぱり複雑化すればするほどですね応用がこう効かなくなっちゃうんですね。もうこれが正しいんだなっていうことでですね、きっちりきっちりこうやっていくとですね、ちょっとでも違うとまあ大体美容師さんが言うのはここもね、まあ、最終的に例えば軽くなっちゃったとしますよね、ベースをきれいに切って、そしたら前切った美容師さんのせいにするわけですよ。前回切った美容師さんがここを削ぎすぎてるからカットラインが悪いと、そういうふうに言うわけですね。ですけどじゃなくてですね、前の切った人のカットラインをじゃあどうやったらね、今日はいい状態で返せるのかっていうふうに考えていかないとダメなんで、それが基本的にウィッグばっかりカットしてる方はお客さんベースじゃなくて美容師さんベースなんですよ考えがね。なので、前の切った人のせいにするわけですよ。で、お客さんベースで考える方はじゃあここはあえてカットラインはおかしいけども、重さは残した方がスタイル的に今回はいいと、で徐々に直していけばいいんじゃないかというふうな発想になるわけですよ。でここがちょっと考え方が違います。なんで、やっぱり数をこなしてるとかですね、まあ、実践やっぱりこういろんなねお客さんを担当してる方、数をこなしてる方はやっぱりすごく強いと思いますし、もう皆さん自分のカットを確立されてる方が美容師さん多いと思うんですけれども、やはり、ね、まあ、僕はまあ、これはねセールスしたいからとかじゃなくてカットに限界が見えてきたんですね。でカットに限界が見えてきたっていうのはカットの進化がちょっと感じられなくなってきて、じゃあどうしたらいいのかなって考えた時にですね、まあ多少自分の色を出さないとやっぱり周りとね同化しちゃいますから、お客さんも来ていただけなくなっちゃいますから、浮気されちゃいますしね。でじゃあどうしたらいいのかなっていうのをちょっと考えた時に、まあそしたら道具に頼ったわけですね。で自分でオリジナルのハサミを作ってみたりとかですね、本来、まあ、基本的に僕は丸く切るようにしてます。理由としては持ちがいいからですね。
あえてコンケーブってちょっとえぐる場合もあるんですけど、基本的には、丸く切るという感じにしております。で、結構多いのがですね、あのお客さんの多いクレームが表面を切られすぎたと、それがすごく多いんですよね。でこれどういうことかっていうとですね、これレイヤーカットにしてくれっていうことで、レイヤーカットしたら表面が短くなりすぎてなんか逆に四角くなっちゃったとか結構多いんですよ。よく聞くんですね。これって例えばお客さんがねかなりこうそぎが入ってる状態でですね、これでレイヤーカット入れたら上短くなっちゃいますよね。でこの辺もスカスカだったらそんなすごい短く見えちゃいますよね。だったらじゃあでもウルフカット風にしたいと。じゃあどういう風にするかっていうと、展開図見るとちょっと丸く切ってあげるとか、本当にこの表面だけをダミーとしてレイヤーにしてあげるとかですね。僕はまあそういう考えでしてます。でレイヤーカットの時に最近の主流としては昔みたいにこうレイヤーつなげたりとかですね、あんましなくなってきてます。つなげると軽くなっちゃいますからね、下の方がペラペラになっちゃうんで、つながるカットがなんつうのかな、ベースカットはこう切らないとダメだっていうのが美容師さんの概念の中であって、なかなかそこが変えられないで今いると思うんですよ。ただどっかでやっぱ革命を起こしていきたいと、革命じゃないな、どっかでその違いにちょっとね、気づいて、で新しくこう僕は新しいかどうか分かんないですけど、ちょっとそのね、部分をちょっと改善していきたいなと思って、自分なりの道具にこだわってみたりとかですね、でやることをどんどんシンプル化していったんですね。そうするとカットが楽しくなってきたんです。どういう状況でもどういう場所からでもカットができるんですね。後ろから切るしかないとかじゃなくて、もう前側からでも横からでも上からでもどこからでも切れるわけですね。でそういうふうにシンプル化していくことによって応用が効くので、最終的にお客さんが気になるところを一番時間をかけて切ってみたりとかですね、そこだと思うんですよ。例えばマッサージ行った時に僕すごい思うんですけど、マッサージ行った時にですね、今日どこ痛いですかとクイックマッサージ行ったら聞かれるわけですよ。ちょっとハサミこうねやりますから、あとパソコン作業も僕多いんで、右手のこの指のあたりが痛いと、ちょっとここもバネ指っていうようになっちゃってるんですけど、この指のあたりがね結構他は意外とね大丈夫だったりするわけですけども、なんですけど流れがあるんですよね、クイックマッサージの多分教わった流れがあって、分かりましたって言うんですけど、もう僕からしてみたらですよ、ここだけ中心にやってくれればいいんですよね。でここから中心につながるこの体のね部位とか、そういう部分をプロにお任せしてやっていただきたいんですけど、基本的にこのやってほしいところは本当にちょっと最後にちょっとおまけぐらいしかやってくれなかったりとかして、聞いてる意味があるのかなっていうふうにちょっと思ったりするんですよね。なんか一連の流れがあるんですよ。でカットも一緒で、一連の流れがもうできちゃってるんですね。それは教育の段階でそういうふうになっちゃってますから。じゃあなぜ教育の段階でそうなってるかっていうと、数値化したりとかですねしていかないと教育ってしづらいんですね。感覚値のものって人に伝わりづらいですから、どうしてもですね、だからレーザーカットとかやっぱこう感覚値のものなんでなかなか伝えづらかったりとかね、あるわけですよ。で、例えば何度で引き出して、で、ここを地面に対して、45度もしくは水平の状態で引き出してチョップカットを入れてとかですね、でオーバーダイレクション前のところのパネルに持っていってとかですね、そういうふうに数値化していかないとみんな同じような状況を作れないわけですね。だから、そういうマニュアルがあって、で、それでカットの方法を、新人の頃は覚えていくんですけれども、またねそれ違うところにもっと時間をかけた方がいいんじゃないかなと僕は思ってまして、それで実際お客さんに使えるかどうかっていうと、そうでもないんですね。でそういうので教わった美容師さんってずっと恐怖なんですよ、カットが。新人の頃って怖いんですよ。ちょっとこだわったお客さんとか来るとちょっと怖いんですよね、入るのが。なかなか楽しくなれないと。それってやっぱり応用が効かないからなんですよね。こうやって切るもん、こういうグラデーションボブはこう切るもんだと、
これが正解だっていうふうに教わってるわけです。だからその講習会とか行った後に応用できないんですよね、実際の実践でっていうことが、あるので、そういうところでですね、うまい美容師さんとうまくない美容師さんの見極めって、その人のお客さんのね、相性感覚値もあると思うんですけれども、やっぱりその応用が効く美容師さんを選んでいった方がいいかなというふうに思います。型にはまっていないという感じですかね。はい。でやはりスタイル写真とかあった方が僕はいいかなと思います。僕はスタイル写真大歓迎でですね、持ってきていただくとすごく嬉しいんですけれども、最近は僕のお客さんみんな持ってきてくれるんですね。でそうすると綺麗にセットされたスタイルがあるわけですよ。でモデルさんも綺麗で、で、これに近づけてほしいと、もちろん近づけたいなというふうに、思って、カットしていくんですけれども、そこでですね、僕が楽しいのは気づきがあるわけですね。あ、こここういう長さで切ってんだこの人とか、そういう見本の写真を見ることによってこっちのスキルが上がるわけですね。で、それは応用が効くからなんですけど、応用が効かない美容師さんは同じに切らないとダメだ、どうしよう、できるかなとかっていう不安になるわけですよ。僕の場合も逆に不安とかじゃなくて、このスタイルのここがいいなとか、これちょっと使えるなみたいな感じでですね、逆にもう楽しんじゃうというか、どんどん持ってきてほしいなという感じですね。この間も長く来ていただいてるお客様の娘さんですかね、なんだっけな、ビッシュだ、ちょっと忘れた、なんだかすごい髪型だったね。ここがね、ロングなんだけども、ここでパツって切れてて、で横が刈り上がってて、でもみあげがちょこっとあって、なんだこの髪型っていう感じの髪型の写真持ってきてくれたんですけど、テンション上がるわけですよね。でそれと応用聞くわけなんで、こここう切ったら面白いなとかですね、でもよくこのカットライン考えたなっていうね、面白いなっていうね、ちょっと感心してしまったんですけど、そういうふうにこうカットを楽しむっていうのはやっぱ応用が必要になります。じゃあ応用ってどうすればいいのかっていうのは、型にはまらないっていうことですね。あとはこうだっていうのを決めつけないってことです。そうじゃない場合もあるんで、お客さんそれぞれ100人いたら100通りの状況があるわけですよ。でその100通りの状況をうまくですね、形にして、ダメなところを直してですね、いけるような、そういうスキルを身につけれれば、もっと楽しくなるんではないかなっていうふうに、美容のカットを思っております。なんで、ちょっと話は長くなりましたが、カットうまい下手っていうのはなかなか難しいですね、お客さんの見極めではね。はい。やっぱりその一番安全なのは写真を持っていくと、そこでお客さんの前でね、これはこうだからああだからって言い訳する美容師さんは多分応用は効かない方だと思ってもいいかなと思います。基本的に似合う似合わないっていうのは、似合わせようと美容師さんがしてるか、もう鼻からこの人無理と思ってるからですね。はい。例えばこのエラ張ってる方にね、すごいショートカットをおすすめ、例えばその方がしたいと言っても、似合わせ方法は全然あるんですね、カットラインで。ただそれが応用ね、効かなくてこうがっちり切っておかしくなっちゃうと、ほらおかしくなったでしょっていう感じにね、なることもあるんですけど、それって型にはまりすぎてるんで、どうやって応用するかですよね。そこがすごく大切な部分かなっていう、僕は思っておりますので、どういう時もどんな時でも自分のね力が発揮できるように、でどういう状況であっても直せるように、そういうスキルをね、身につけていきたいなと、今後もね勉強していきたいなと思ってます。はい。特にくせ毛カットとかはね、僕も大好物なんで、くせ毛カットだから短く切っちゃうとかね、癖が強いから短く切っちゃうんじゃなくてですね、癖があるからこそ長いの楽しんでみたりとか、やる方法は全然ありますから、癖毛だから全部もうショートカットにしちゃうとかじゃなくて、長いなりに、こんなじりじりでもですね、いいわけですよ。じりじりでもこう生かす方法があるわけですね。
長い髪がのけでっていうので、あのどういう状況であっても自由自在にですね、こうハサミが扱えるようになると、カット非常に楽しくなる、そして、不安がなくなるっていうことですね、担当する時の。これはまあ最高にベストな状況で、もうまあ僕なんかもうちょっとね、美容室で詰まっちゃったりね、ちょっと時間に追われるの僕あんま好きじゃない方じゃないんで、ゆっくりやりたいんですけど、時間に追われちゃうとちょっとあんまりちょっと作業っぽくなっちゃうんでちょっと嫌なんですけど、基本的に仕事は遊びだとっていうかな、自分の趣味だと思ってるんで、あんまり苦痛じゃないんですよ、カットしてる時でも。超楽しいんですよね。パーマもそうですし、カラーもそうですし、美容の仕事が本当に好きなんで、一番嫌なのは家のパソコン作業ですね。本当嫌なんで、このバネ指も実はこれハサミでなったわけじゃないんですよ。これパソコンのとかスマートフォンのやりすぎでなってるわけですね。ハサミでなったならまだ得意くんですけど、パソコンとスマートフォンでこんなバネ指になっちゃったりなんかしてるわけですよ。だからやりたくないなと思いながらやってるからこういう風になるわけですよね。で、美容の仕事は好きだから、まあ、全然検証にもならないですし、やっぱ好きな仕事ってね、なかなかストレスにならないんで体にも出てくるのかなっていう部分もあります。ということで、まず美容師さんがカット好きかどうかっていうのも大切だと思いますよ。はい、いきなり美容師さんにね、あなたカット好きですかって聞くのもちょっと変な話なんですけどね。その応用を楽しんでるような美容師さん、そういうところを選んでいければ面白いんじゃないかなって、思いますし、僕もこれからねそういう発信をもっとしていただいければなっていう。今はどっちかっていうとオンラインサロンの発信の方がメインになっちゃってて、ちょっと限定の動画ばっかりでですね、一般の YouTube 公開っていうのがあんまできてない状態で、ちょっと申し訳ないんですけれども、まあ見せれるところ見せれられないところっていうのがどうしてもちょっとこのオンラインの兼ね合いで僕の中で出てきてますので、なるべくですね、ちょっと何かの誰かのためになるかなっていうような気づきになるような発信をちょっとしていきたいと思っておりますので、これからもですね、皆さんチャンネル登録よければしていただいて、僕アップするときまとめてダダダってアップしたりするんで、その辺、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ちょっと美容師さん向けの動画になりますが、一般の方もね、ぜひちょっと見ていただいて、あ、美容室ってこうなんだなとか、ちょっとこれからも美容室の裏側だったりとかですね、あんまりこう美容師さんが言ってほしくないこととか、その辺もちょっと暴露していきたいななんて思ったりするんですよね。なので皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。